ポリウトはガエーターのドニゼッティが作曲した全3幕からなるオペラである。フランス語による4幕物の改訂版、純教者として1840年にパリで初演され、ポリウトとしての初演は作曲者の没後1848年にナポリで行われた。その経緯については、下記参照。以下本校では特に断りのない限り、ポリウトについて述べる。 1838年1月、ベネツィアに、昇進のフランス人テノール、アドルフ・ヌーリが現れた。彼は、パリ・オペラ座で1821年以来の花形テノールであり、ロッシーにウィリアム・テルの初演で成功するなど活躍していたが、イタリア帰りの新進テノール、ジルベール・デュプレがファルセットを用いない革命的な、胸声の高音喉を披露して、大反響を巻き起こして以来、 スターの座を追われたのだった。デュープレの学んだイタリアの地でヌーリは挽回を果たそうとしていた。ドニゼッティはベネツィアでヌーリに出会い、彼がナポリで胸声の度を習得できるよう手助けをし、新作オペラの主役を与えることを約束した。知性、教養に優れたヌーリはドニゼッティにコメディフランセーズのレパートリーだったコルネイユの悲劇ポリュークトのオペラ化を提案。 サンカルロ劇場の雑木作家カンマラーノに台本を作成させた。同年7月頃には作曲もほぼ完成、ヌーリラによるリハーサルも開始されたが、8月12日、両シチリア国王フェルディナンド2世は突然、同王オペラの上演禁止を命令する。殉教者をオペラで描くことは、キリスト教に対する冒徳である、というのがその理由だった。 再起を期した新作オペラの中止に絶望したヌーリは翌1839年3月8日、ナポリのホテルの窓から同心自殺した。一方、新作発表の機会を求めてドニゼッティはパリに移動する。台本作家スクリーブによるフランス語化及び演劇、ポリュークトにより忠実な筋書きとするような改編が行われ、またいわゆるグランドオペラ化が行われて、 このオペラは1840年4月10日、パリオペラ座で、殉教者として初演された。その主役は、皮肉なことにヌーリのライバル、デュプレだった。上演が禁じられたイタリア語版、ポリウトは、ドニゼッティの死後半年ほど経った1848年11月30日、ナポリで初演を見たが、殉教者のために付加された曲が、部分的に役利用されるなどあり、 ヌーリが初演を夢見た形態とは若干の相違がある。現在上演されるのもほとんどがこの折衷版とも言える三幕版、ポリウトである。時と場所西暦257年、ローマ帝国支配下のアルメニアメリテーネ・ポリウトがキリスト教への改修の洗礼を受けようと神徒たちの元へやってくる。彼は妻、パオリーナが不定を働いているのではないかとの嫉妬と疑念を打ち明け、 ホラーナの奥深くに消える。夫の行動を不審と思ったパオリーナがそこに現れ、彼が金星の回収を図ろうとしていると聞き驚く。ホラーナから出てきた夫を妻が避難するちょうどその時、戦死したはずのセベーロが帰国凱外するファンファーレの音が聞こえてくる。かつて派セベーロと相思相愛であり、セベーロ戦死の法を受けて、ポリウトと結婚したパオリーナだったが、 この知らせを聞き密かな胸の鼓動を覚える。街では、セベーロが、誇らしげにセンすが、彼は、パオリーナが自分を待たず親友、ポリウトと結婚したことを知り愕然とする。パオリーナに邪念を抱くカリステーネは、一見を暗示、セベーロとパオリーナを密会させ、ポリウトに、その一部始終を目撃させる。実は、 パオリーナは夫に対する提操を守り、セベーロの誘いを断ったのだが、そうとは知らないポリウトは、怒りと絶望に暮れる。その時にアルコラのキリスト教徒が捕獲されたとの知らせが、入り、ポリウトはつまの思いを捨て、神に帰還することを誓う。ネアルコラは、ジュピター神殿で裁判を受けるが、他の回収者の名を明かすことを拒む。ポリウトは、自分こそが、その回収者だと叫び、 捕獲される。パオリーナは夫の除名を懇願するが、当のポリウトは妻の不定を非難し、むしろ死を選ぶという。ジュピターを信仰する者たちはキリスト教徒に対する敵意を合唱する。力をへパオリーナが現れ、自分の定説をポリウトに納得させる。パオリーナは夫が冷静に死を迎え入れようとしていることに驚き、真の心の平安は、 キリスト信仰によって得られることを悟る。闘技場でキリスト教徒たちはたけり狂うライオンの生贄にされようとしている。パオリーナはジュピターの神を捨てキリストを選び、夫に従うと公然と宣言。セベエロの懸命の説得にもかかわらず、夫婦は他のキリスト教徒と共に信仰する者だけに聞こえる天井からのハープの美しい音色に誘われつつ、誇らしげに ライオンの餌食となる。カリステーネだけがすべてのものが悲惨な結末を迎えた。と皮肉に冷笑して、幕、前三幕。ありがとうございます。